手前がこちらが奄美のブランド産の豚を使ったかりんとうのソーセージになっております。奄美市のリゾートホテルで接客の仕事をしている渡辺智也さん、28歳です。今年1月、勤めていた東京の保険会社を辞め、奄美市に移住してきました。越してくるまでは縁もゆかりもなくてですね、昨年こう奄美市がやっている就労体験といったものを利用させていただきまして、その場でこう地元の方とお会いする中ですごく人との縁を感じたりとか、本当にフィーリングで今回は越してきたっていう形になります。渡辺さんはこのホテルに就職したわけではありません。奄美市の特定地域づくり協同組合、奄美市島ワーク協同組合に登録している派遣労働者です。去年4月に立ち上げられた組合には、現在ホテルや飲食店、農家など11の事業者が加盟。登録した人は組合から毎月の固定給をもらい、観光シーズンの夏はホテル、冬の短観収穫の時期は農家など、繁忙期に合わせて組合に加盟する事業者の仕事を割り振られます。現在渡辺さんを含めて県外からの移住者を含む4人の派遣労働者が登録していて、給料の一部を国が助成します。いわゆるハイシーズンのみ雇用したい事業者を救出したいという思いが、あってこの制度を作りましたので、例えばリゾートホテルさんでは、夏のシーズン、農家さんだったら冬のシーズン人が欲しいという、ニーズには、応えられているのかなというふうに感じております。ほぼ全てのスタッフがそういう働き方をしております。奄美市の人口は現在およそ4万人、合併した2006年以降18年で1万人近く減りました。また高校卒業者の 85% は就職や進学などで島を離れます。島外から奄美市へ移住してきた I ターン者の推移のグラフです。2016年以降増え続け、2021年には470人でしたが、ここ数年は300人台。依然労働力不足は深刻です。こちらのホテルでは派遣を受け入れています。どのような思いで派遣を受け入れているのでしょうか。渡辺さんが働いている奄美市のリゾートホテルでは組合制度を使い、これまでに渡辺さんを含めて2人の派遣労働者を受け入れました。島の場合はですね、やはりその繁寒期と、人が多い時と少ない時がありますので、非常にその雇用のバランスが難しいんですね。暇な時に人がたくさんいるという状態の時もありますので、そういった時にやっぱりこういった派遣の島奥さんのような、期間を決めて働いていただける方がいらっしゃるというのはとてもありがたい取り組みだと思います。組合から支払われる給料は月17から18万円、副業は認められています。この日渡辺さんが訪れたのは奄美市の繁華街谷川通りにあるカフェバーです。移住して以降常連客となり、今ではアルバイトとしてカウンターの中に入ることもあります。親しくなってもう店手伝うみたいな感じなんですか。でもマジでそんな感じでした。あんまり島にいない結構爽やかな感じのタイプですね。明るく接客する渡辺さんですが、島へ移住する前は悩みを抱えていました。前職がかなり忙しくてですね、私生活も犯すような状況だったので、一回こう病気に陥ってしまって、それぐらいちょっと根詰めた状態だったので、やっぱりこう都会のいわゆる生活を出してこう来たいなっていう思いが一番最初のところかなと。奄美大島には人材派遣会社がありません。奄美市島ワーク協同組合は今後新しい働き方として島の内外から働き手を増やしたい考えです。企業様からのニーズが非常に多いです。なのでそれに伴ってスタッフは増やして
行きたいんですけれども、なかなかスタッフは全国で人材の奪い合いになっちゃっているので、そこはですねしっかり広告を打ちながら自社でも社内努力しながら人材を確保していく次第でございます。本当に奄美いい場所でいい人たちがいっぱいありますし、まあ、文化ももちろん海も山もあるのでいろいろ楽しむこともできると思いますし、本当に実際来てみてほしいっていうのが一番の思いですね。忙しい時期に人手が欲しい事業者と奄美市島ワーク協同組合に雇用されることで安定した収入を得られる労働者、この仕組みが成功すれば移住者を呼び込み地域を活性化させる糸口になるかもしれません。